腹足、青銅金は、カブトムシメコガネムシカの草食昆虫。体長約17から26ミリメートル。成虫の体型はずんぐりと丸く、全強性いた輪郭の両端は角張らない。体色は、艶が、弱いが鮮やかな緑色の金属光沢を示す。琉球語では、クスブンと呼ばれる。日本では、本州の中部地方異星、四国、九州。 南西諸島等に分布するとされるが、分布域は北上する傾向にあり、関東地方でも生息数が増加している。最近では在来種である動画ネブイブイを駆逐し、関東以南では最も普通に見られる、中型コガネムシになっている。夜行性で10日によく飛来する。昼間は葉の裏などで休む。成虫は5から10月にわたって出現、活動する。 沖縄県の先島諸島では5の8月に、沖縄本島では5の8月に成虫が出現する。メスは夏から秋にかけて土中に産卵し、幼虫は樹木や草の根、腐葉土を食べて成長し、翌年春に幼化、羽化する。自然環境下では植物の花道を食べるが、飼育はリンゴやメロン、ブルーベリーなどの果物のほか、カブトムシ用の昆虫ゼリーなどでも行える。 成虫は各種紅葉樹の葉を食害し、動画ネーブイブイと同じく農作物を食害する害虫として知られる。沖縄県では、テリハクサトベラ、ヤエヤマコクタン、ヤエヤマオキ、ミフクラギ、レイシ、テリハノブドウ等の葉を集団で接触する。また、幼虫は、途中でサトウキビの地下部を食害し、古紙に至らせる。このため、サトウキビの主要産地の一つである。 沖縄県宮古島では2006年からブラックライトを用いた誘札塔を設置して成虫の駆除を行っている。2010年には設置した誘札塔が固定式誘札塔約500機、可動式誘札塔約1700機の合計2200機に及び、誘札塔による防除の結果、生息数に比例する捕獲数が毎年減少していたが、 その後は破損等により設置台数が減少し2017年どころから発生が増加傾向にある。ありがとうございます。